ライターの鶴原です。今回はゼクシオのアイアンについてお話ししていきたいと思います。スポナビの別の動画でゼクシオの12と X とのドライバーについてお話ししていて、その時にですねゼクシオ全体の歴史のお話も少ししたんですけれど、アイアンもずっとあります。2000年に、初代モデルが出て以降、もう12代目のアイアンが今最新版として出てます。はい、ゼクシオのアイアン、今のモデル、しばらく続いてますけど、一番の特徴はというとチタンフェースになってるところですね。でチタンフェースのアイアンってとても数少ないですけれど、ずっとゼクシオはそれを守り続けていて、で何がいいかって、チタンなんで、フェースの反発力で飛ばせるっていうのは一つあるんですけれど、軽い素材なのでその分の、余剰重量をいろんなところに配置できるっていうところもメリットの一つです。なのでもうずっと変わらず深いキャビティ構造のチタン製のフェースのアイアンというのが一番の特徴です。ヘッド形状に関して言うと、ヘッドはラージサイズで、クースもしっかり入っていて、本当にこう手のひらっぽい感覚で構えられるというのが一番適しているかなと思います。なのでこう本当こう手のひらでこう捕まえていけるような感じで打てるというようなのが特徴です。で台が変わるごとにちょっとずつは変わってるんですけれど、基本的な性能は変わってないです。打点のミスに強くて、なおかつ飛距離も出しやすい、そして高くも上がってくれる、直進性もいい、曲がりづらいっていう、本当に優しいアイアンの性能がここに詰め込まれていると、はい、いうのが特徴になっています。ゼクシオ12のアイアン、はい、スチールシャフトとカーボンシャフト、ラインナップあります。これはゴルファーの、フィーリングの好みとか、体力に合わせて選んでもらえればといいと思います。はい、今この5本セットでスチールシャフトだと10万円切るぐらいの値段ですね。はい、でこの最新版のゼクシオ12なんですけれど、もう一つ X の最新版のモデルというのもあります。 X のモデルはですね、もうご覧の通りもう全然ヘッド形状違います。もうシャープ感があるし、ソール幅は多少はありますけど、かなりすっきりしたモデルになってます。でこの X のアイアンの立ち位置としては、スリクソンにも優しいモデル、5のシリーズとかありますけれど、それだとやっぱもうちょっと飛ばしたい、もうちょっと優しく打ちたいっていう人向けに作られているのがこの X だと思ってもらっていいと思います。なのでこの X と12のアイアンの差は結構大きいです。ヘッドの大きさ、形状、球の飛び方結構変わってくるので、本当に優しいのがいいっていう人はこの12で、はい、でスリクソンも視野に入れつつもうちょっとっていう人はこの X っていうような選び方がいいと思います。でこの X の方はフェース素材チタンではないです。前作の X もあるんですけど、今回の最新版からは大動特殊鋼の、弾きのいいフェースが使われています。でロフトも立ち気味、29度、7番で29度という設定なんですけれど、よく飛びます。でよく飛ぶ割に打感がこう意外にも柔らかいです。なのでいいモデルなんですけど、なかなかどうなんでしょうね。僕はとてもいいモデルで、よく人には勧めるんですけど、ぜひこれも機会があったらいろんな方に打ってほしいモデルの一つではあります。ゼクシオ X の方もスチールシャフトとカーボンシャフトラインナップあります。
こちらもまあ価格は同じぐらいですよね。10万円前後の価格設定になっています。でこうやって見ていくと、一つ前の11もまだ新品で残ってるみたいです。これクリックしてみましょう。ゼクシオ11のアイアン、これスチールシャフトですね。はい、これが今5万9800円なので、正直アイアンに関してはそこまで大きくは性能変わってないです。見た目もほとんど変わらないので、なのでアイアンちょっと安く済ませたいなっていう人は一つ前のモデルで、もし在庫あれば買ってもいいと思います。はい、11のアイアンがあったので10のアイアンがないか調べています。あ、もう新品では多分もうないっすよね。あ、これでも1個10のアイアンだけど、あ、カラーがレッドバージョンでカーボンシャフトっていうのがなぜか一つ残ってますね。これも6万円。なるほど。赤好きな人はどうぞって感じですかね。あのゼクシオ10のアイアンってこれまでとちょっとデザインが変わって、バックフェースのパッチの部分がデザイン変わったんですよ。で結構 X って大きく入ってオレンジ色が使われたりとかしてるんで、あの X のアイアンとちょっと混同しがちです。でそれもあって11からバッジが元に戻って、従来ながらの分かりやすいこのゼクシオのブルーのバッジに戻ったのかなという気はするんですけど、あのパッと見て、どの世代かなかなか覚えづらいのがゼクシオのアイアンでもあります、はい、2000年からですね、2年ごとにモデルチェンジして今12代目が出てるのがゼクシオのシリーズです。なので次のモデルチェンジは、まあ、順当にこのまま行くんであれば2024年モデルとして出るということになります。まだ、時間ありますので、最新版を長く使えるというのも、まあ、今買っとけば、メリットかなというふうにも思えるので、なのでとにかく最新のもので最新の性能を生かしたギアが使いたいっていう人は最新モデル12と X を検討してみてください。